アイテム番号 SCP-1945-AP。 オブジェクトクラスケテル・ルークリーの特別収容プロトコル SCP-1945-AP の詳細な手順を記述した文書は、一部のみがサイト、8101の農法災害オブジェクト保管ロッカーに収容されます。SCP-1945-AP を記載した文書の閲覧、物理的または電子的複写の作成は禁止されています。SCP-1945-AP の研究は、現在時点では凍結されています。SCP-1945-AP、A 実体の出現が観測された場合は、速やかに脳死を通じ、オースアイグリーへ報告を行ってください。報告後はおのごろ、45協定に基づく 1945AP 自体の発令に備えて待機してください。1945AP 自体の発令後、日本シグリにから下される命令に従い、SCP-1945AP、A 実体の破壊を行ってください。1945AP 自体発令時における日本シグリにの命令は、すべての職務及び任務に優先されます。SCP-1945-AP、A 実体の破壊後、現場付近の住民に対し B クラス記憶初期が施され、カバーストーリー、各種自然災害、が適用されます。SCP-1945-AP に関連する農法の遮断は、第一次農法改案でほぼ完了しています。農法工作担当者は、SCP-1945-AP、A 実体出現にも隠蔽と、第二次農法改案用資料作成のために配置されます。説明 SCP-1945-AP は複数人で実行される儀式手順です。複数の人間が SCP-1945-AP を実行することで、儀式参加者の肉体は物理的に融合し、SCP-1945-AP、A 実体に指定される大型の生物に変化します。SCP-1945-AP、A 実体は概ね人型で、儀式参加者の人数の3乗目に比例した体長と重量を備えます。通常の生物が葬儀型で巨大になった場合、骨格の強度と重量の増加の比率の関係により自重を支えることが不可能になります。しかし SCP-1945-AP、A 実体は、儀式参加者の肉体が融合する際に近隣の土砂や建造物や衣服などを吸収し、体組織全体を補強することが確認されています。そのため、儀式参加者が多くなるほど、SCP-1945-AP は物理的な攻撃に対し高い耐久力を有することになります。偶発的な SCP-1945-AP 実行による SCP-1945-AP、A 実体出現の際は、オースアイグの承認によりおのごろ、45協定に基づく 1945AP 自体がオースアイグリにより発令され、SCP-1945AP、A 実体の破壊手順が実行されます。破壊手順の詳細は、1945AP 自体の発令後に最寄りの機動部隊、内覧職員に対し日本シグリにより端末等を通じて開示されます。SCP-1945-AP、A 実体の破壊後は、破壊手順を実行した職員には肉体的、精神的な検査が実施されます。汚染の除去や記憶初期を含む心理的損傷の回復後、通常の職務に復帰することが可能です。SCP-1945-AP の断片的な手続き及び SCP-1945-AP、A 実体の出現例については、日本国内の古文書や言い伝えなどに広く記述されていました。古来より日本国内で内乱に類似した活動を展開していた収集員は、これらの情報を制御することを放棄し、SCP-1945-AP の具体的手順の隠匿のみを行っていました。そのため太平洋戦争後、
外乱が収集院を併合する際に日本国内で大規模な記憶初期を含む第一次情報改ざんが実行されました。SCP-1945-JP 及び SCP-1945-JP-A 実態に関する情報が、この第一次情報改ざんにより日本国内の歴史的文書から口捨ての民間伝承まで、すべて削除されています。その結果、SCP-1945-JP-A 実態に関する伝承を由来とする口語的な言い回しが一部残され、古文書や伝承等に矛盾点が生じました。現在矛盾点の解消のため、第二次情報改ざんが実行される予定です。第二次情報改ざんにより矛盾点の解消とともに、矛盾点に関連する記憶や記録も全て消去されるため、現時点で口語表現や伝承の矛盾点の修正は不要です。SCP-1945-JP に対する研究はほぼ完了したため、現在全てのプロジェクトは凍結されています。これ以上の SCP-1945-JP に対する研究は不要です。メッセージを受信しています。SCP-1945-JP 添付文書を閲覧しますか？閲覧用コードの入力後、資格的個人認証手続きが実行されます。許可された職員以外の同席、身分を偽っての閲覧は、意識または生命の喪失、内乱における身分の剥奪や解雇の理由となります。資格的個人認証手続きが開始されます。待機してください。望む望まないに関わらず私たちは存在している。望む望まないに関わらず私たちは存在している。望みに望んでいたがために私は今存在している。望む望まないに関わらず私たちは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 存在している。望んではなかったが私は彼らのように存在している。アイテム番号 SCP-1945-JP。オブジェクトクラスオースアイグリジ及び日本シグリジ共同管理案件につき分類なし。特別収容プロトコルが2名で、プロトコル実行時を除き、SCP-1945-JP の実行は禁止されています。現時点で SCP-1945-JP のこれ以上の研究は不要です。SCP-1945-JP、A 実体も出現が観測された場合は、1945-JP 自体も発令を行い、SCP-1945-JP、A 実体も破壊を日本シグリジに委託してください。1945-JP 自体において日本シグリジは、オースアイグ評議会より81地域ブロック内の全ての内乱が有する資産、部隊、オブジェクトの管理及び運用権限が一時的に移動されます。また、オースアイグ評議会は日本シグリジからの要請に対し、可能な限り SCP-1945-JP、A 実体破壊のための支援を行ってください。SCP-1945-JP、A 実体も破壊後、1945-JP 自体は解除されます。1945-JP 自体も発令から36時間が経過した場合は、即ガニガニメで、プロトコルが実行されます。ガニメで、プロトコル実行時、SCP-1945-JP の電子的複製が、本意に示す文書 TXT、1945-JP と共に内乱のネットワークを通じて、すべての情報端末に表示されます。また、内乱のネットワークが寸断、あるいは完全に破壊されている場合に備え、各サイトの管理官オフィスに保管されているガニメで、プロトコル実施マニュアル内にも同様の文書が途切られます。概要 SCP-1945-JP は、日本神話内に登場する神格の不完全な複製を出現させる儀式手順です。複数人の儀式参加者が以下に示す手順を実行することで、
儀式参加者を含む範囲内の人間は物理的に融合し、おおむね人型の巨大な立体へと変化します。一儀式手順を知る複数の人間が互いに手をつなぎ、途切た円形の銀を組む。二銀形を構成する儀式参加者が、全員自身の右肩に向けて移動する。三が2目で、プロトコル実行儀に開示されます。四銀形内の儀式参加者の肉体が融合を開始する。SCP-1945JP の実行によって発生する SCP-1945JP。A 立体の体長は、儀式参加者の平均身長に参加人数の3乗目を乗じた数値に比例します。また、SCP-1945JP、A 立体が発生する際に、儀式参加者の着用していた衣服や範囲内の構造物、地面の土砂などが吸収されますが、これら人体以外の物質は SCP-1945JP、A 立体の体長や重量に対し何ら影響を及ぼしていません。実験の結果、SCP-1945JP、A 立体は極めて高い現実強度を有していることが判明しています。SCP-1945JP、A 立体の現実強度は、吸収された儀式参加者それぞれの現実強度を単純に加算した値と等しいことが、複数回の実験により判明しています。そのため SCP-1945JP、A 立体は、使用人数で SCP-1945JP を実行した場合ならば破壊が容易ですが、儀式参加者がある程度以上の規模に達すると現時点で内乱が保有している技術での破壊は不可能になります。また、SCP-1945JP、A 立体は、その高い現実強度でもって周囲の環境に対し大規模な影響を及ぼすことで、山岳及び故障の造成、島や陸地の再配置といった現象を発生させることが可能です。これらの現象は、日本神話においてイザナギの命とイザナミの命と共に地上に出現したとされる、人柱の神と称される神格に関連する記述と極めて類似しています。人柱の神と称されていた神格は、イザナギの命とイザナミの命が作り出す島々を海上に配置して日本列島を構成し、山岳や湖沼の造成を行いました。その後、人柱の神と称されていた神格はイザナギの命によって破壊されました。日本各地に不意注意な無数の破片が人間となったと、日本神話には記述されています。SCP-1945JP が内乱の制御下にない状態で意図的に実行されたのは、太平洋戦争後の内乱による収集員併合の際が最後です。太平洋戦争中、収集員は内乱との協定に違反し、当時の大日本帝国政府や国内の有機優位団体に対してオブジェクトの貸与や譲渡を行っていました。そのため、内乱は太平洋戦争終結後に収集員を併合し、収集員の管理下にあったオブジェクトをすべて回収することとしました。しかし、これに収集員の幹部構成員6名が反発しました。内乱との併合に反対した収集員の幹部構成員のうち3名が、和歌山県沖の小野五郎島にて SCP-1945JP を実行し、島民を含む約7万人を犠牲にして SCP-1945JP、A 立体を出現させました。内乱は SCP-1945JP、A 立体の破壊作戦を展開しましたが、SCP-1945JP、A 立体には当時の装備ではあまり効果を与えられませんでした。そのためオースアイズ評議会は併合に協力的だった収集員の幹部構成員と緊急協議を行い、元収集員構成員を全て内乱で再雇用する代わりに、収集員幹部職員が SCP-1945JP、A 立体も破壊も指揮を取るという合意に達しました。結果、内乱及び収集員はうねり型従順洋艦に見なし、かぐ山の岬と計、名の犠牲をもって SCP-1945JP、
A 立体も破壊に成功し、第一次農法海岸でもって小野殺島を含む一連の農法を抹消しました。内乱と収集員はこの時の合意をもとに小野殺45協定を締結しました。小野殺45協定により、内乱への吸収に協力的であった収集員も幹部構成員は日本支部理事として再雇用されました。また、収集員も管理域を81地域ブロックとして設定し、SCP-1945JP-A 立体も破壊方法に関する知識とともに、管理を日本支部理事に委託しました。このため、偶発的に発生した SCP-1945JP-A 立体への対応は、日本支部理事が81地域ブロック内の資産及び職員を用いて行うこととなっています。ほい、文書 TXT-1945JP。本文書はオフライブ評議会より発令されています。現在、大規模な収容違反、もしくは K クラスシナリオが進行中です。オフライブ評議会は現在も状況を収集することを断念し、ガニメレ、プロトコルの実行を決定しました。各機の内乱施設において、人類及び文明の保存と地球環境の再構築に向けた手続きが進められています。本文書の受領者は地球環境再構築のため、添付されたプロトコルに従って SCP-1945JP を実行してください。SCP-1945JP の実行により、保護された内乱施設外の全人類は物理的に融合し、SCP-1945JP-A 立体として指定される日本神話の神格、人柱の神、に変化します。SCP-1945JP の実行後、自動的に地球環境再構築プロセスが開始されます。あなた方 SCP-1945JP-A 立体によって、収容違反中のオブジェクトは全て破壊され、進行中のシナリオは強制的に中断されます。内乱の保護下にない全ての地形は一度液状化された後で、オフライブ評議員の設定した時点の位置に再配置されます。以上のプロセスが終了後、SCP-1945JP-A 立体は全て破壊されます。ガニメレ、プロトコルは、SCP-1945JP を実行しなかった内乱職員によって継続されます。どうか、次も内乱の礎となってください。SCP-1945JP 実行手順書。1あなた以外の、自力で直立と発生が可能な生存者を1名発見してください。2手順3以降を暗記した状態で、あなたともう1名の儀式参加者は背中合わせに立ち、両手をそれぞれ繋いでください。3あなたともう1名の儀式参加者は、同時に右方向に向けて、円を描くように移動してください。警告。現在、ガニメレ、プロトコルの実行が確認できません。これ以上の情報は現時点では遮断されています。閲覧を継続する場合は、穴がらしき意識鎖が現時点に設定されます。閲覧の終了後、あなたの意識は意識鎖の設定された時点に巻き戻しが適用され、意識状態の再現により閲覧中の記憶は消去されます。閲覧を継続しますか？はい、いいえ。